こんにちは風の未来です今回は二編の詩をご紹介します一つはジャンコクトーの耳そしてある小学生が書いたと言われる詩をご紹介しますまずはジャンコクトーの耳から朗読させていただきます訳詞は堀口大学です耳ジャンコクト 私の耳は貝の殻、海の響きを懐かしむ。続けて、もう一遍ご紹介します。ある小学生が書いたと言われる詩です。貝殻を耳に当てると、海の音が聞こえる。貝は長く海にいたから、海の音が染み込んだのかな。 海はは貝に命をややったんやな、はいいかかがでしょうか、まあ、最初にこの作者の作者を明かさずにですね2編朗読して、えー、誰が書いたでしょうかというふうにやっても面白いかもしれませんね。というのは、うん、この貝殻を耳に当てると海の音が聞こえる。 海は長く海にいたから海の音が染み込んだのかな海は海に命をやったんやなこれ,これをですね、まあ、有名な詩人が書いたと思う方もいらっしゃるでしょうしまさか小学生がね書いたとは思わないというふうにいろいろ想像が膨らむわけですけれどもまあ最初に私自身作者を明かせ 明かしてしまったので、まあ、私の書いた感想文、ここのページは私の美しい市というブログの1ページです。後ほどですね、この動画の下の概要欄に、えー、このレビューページの URL を貼りしますので、お時間のある時にでも読んでいただけたら嬉しいです。 ちょっと読んでってみますねもう最初に明かしてしまったんですけれどもところがこの詩の題名と作者の名が思い出せませんこの詩ですね小学生が書いたと言われるただこの詩を中山康夫先生が講演で紹介されたことだけははっきりと覚えていますまあ中,中山康夫先生私のブログあるいは、えー、YouTube チャンネルで時々ねご紹介する私の尊敬する先生なんですけども おそらくは小学生か中学生が書いた詩だったと思うのです。かなやなという言い回しからひょっとすると山本勝子さんの教え子である原田大介くんの詩かと思ったのですが原田大介くんの詩の中にはこの詩はありませんでした。まあ、原田大介くん山本勝子さんは30年以上特別支援学校の教養をされた方なんですけども、えー、生徒さん お子さんの中で優れた詩を書く人が何人かいてその中の一人が原田大介くんなわけですけれどもその原田大介くんの作品でもなかったんですねで YouTube で中山康夫先生の動画を確認すると小学 1, 1年生の詩であるということだけは分かりました、まあ、正直立派ですよね小学1年生の書いた「海は 貝に命をやったんやなで終わる詩はジャンコクトの詩よりも優れていると私は直感しました。うん私の感想を書いたときはまさにそう思ったんですよねうん。まあ今読み返してみるとジャンコクトの詩もいいんですよ。ですからどちらが上とか下とかまあそれは言えないと今思ってます。なぜなら海は貝に命をやったんやなで結ばれているからです。そうですねよく書きましたね。素晴らしいというより立派だと言いたい。 よくぞ小学1年生でありながら「海は海に命をやったんやな」とかけたものですではジャンコクトの詩に戻りましょうもう一度引用してみますね私の耳ばかりのの耳かから海の響きを懐かしむうーんさすがですねジャンコクトですから完成度高いですねあこれはうまい洗練され詩として高い完成度を示しています この2つの詩には共通点があります。それは豊かなこと。なぜ豊かなのかというと人の想像力を喚起するからです。一つの貝殻から大きな海とその波の音だけでなく大きな愛までをも感じ取れるのも人の持つ想像力の効用にほかなりません。現代社会に生きる私たちはこの想像力という愛の源を日々、 削り落として暮らしているのではないでしょうか想像力は思いやりと言ってもいい私たち全員が人の気持ちになって感じたり考えたりすることができなくなったらこの世は闇です人間の想像力が衰えるとき人の世に愛が消えていく人間の想像力が衰えるとき人の世から愛が消えていく ジャンコクト,ウトウ小学1年生の師は、私たちの眠っている想像力を呼び覚ましてくれますもう。もう惰性で毎日送るのはやめようと自分に言い聞かせました。例えばスマホやパソコンを使う時間を極力減らして目を閉じ想像力を膨らませる時間を作りたいものです。 はい、えー、少し前に書いた感想文なんですけども読ませていただきました。はいということでですねうんまあテーマは「想像力」というような形で私感想文書いてみたんですけどもご自由にですね「まあえー、ジャンコク堂の耳と小学生のこの詩ですね」読んでいただいて、えー、自由に想像の翼を広げていただけたら私も嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。 よろしければこのチャンネルのご登録もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。